皆さんこんにちは、ダンクマンヨシです。というわけで今回は最初にちょっとだけそのハーデンとベンシモのトレードの話をして、その後に今回ポルジンギスが入ってきたウィザーズトーク、そんな感じでやっていきたいと思います。そしてまだ登録してない方はこの際してくれると嬉しいです。それではまずハーデンとベンシモのトレード、内容はシクサーズがジェームス・ハーデンとポール・ミルサップをゲット、そしてネッツがベンシモンズ、セスカリー、アンドレ・ドラモンド、そして2つのファーストラウンドピックをゲットと。でも自分本当にこの件に関してはもはや奇跡だと思っていて、っていうのはもういろんなことが重なりに重なって実現してしまったトレードだから。例えばベンシモンズは本来だったら今シーズン普通にプレーするはずだったんですが、まあね、ちょっといろんな悪いことが重なってプレーしなくなって、カイリー・アービングもその状況がどんどん変わっていってホームコートの試合には出れてなくて、プラスチームのエースケビン・デュラントがこのタイミングで怪我をしてて、そして極めつけは現在なんと10連敗中と絶不調のネッツ。本来ね、これらが全然発生しないこともあったと思うんですが、どういうわけか全てが発生してしまってこのミラクルが生まれた感じ。まあこれがタイミングがいいと言うべきなのか悪いと言うべきなのか今はよくまだわからないんですが、それぞれのチームを軽く見てみると、シクサーズに入ってきたポール・ミルサップはとりあえず置いといて、でもこのジェームス・ハーデンとジョエル・エンビードのデュオはとても楽しみだし、彼らを絡めたチームのケミストリー次第では少なくともイーストの優勝争いはできる力は全然あるかと思います。でも一方ネッツの方はね、そのかなり底上げができた印象というか、っていうかドラモンドを取れたことが意外とでかいですよね。彼はシクサーズ時代はそのジョエル・エンビードの控えとしてベンチから出てきてしっかりリバウンドも取ったりして仕事をしているという印象でしたが、ネッツ最近このセンターというポジションにおいて苦労していた印象があったので、この部分においては明らかなアップグレードになるかと。そしてセスカリーももちろんジェームス・ハーデンほどの得点能力があるわけでもないんですが、シューターとしては超一流なんで、その部分では超期待ですよね。でも問題はベン・シモンズ、ここが一番トリッキーになってくるわけですが、もちろんディフェンスにおいてはね、現在のネッツの守備力をかなりアップグレードさせてくれることになるかと思います。でも問題はオフェンスで、まあここに関しては新しくセスカリーも入ってきて、あとはパティ・ミルズ、ケビン・デュラント、カイリー・アービングもいるから、オフェンスに関しては本当にもうヘッドコーチのスティーブ・ナッシュの使い方とチームのケミストリー次第かと思います。とまあこの件に関してはね、まだまだ話そうと思えばいくらでも話題はあるわけなんですが、そろそろウィザーズトーク。まずは最近のワシントン・ウィザーズを振り返っておくと、まずはチームのエースブラッドリー・ビールが手首の手術によってシーズン全休、そしてチームは今日の前まで9連敗中と絶不調。しかもその間チームはずっと機能していない3ガード戦法をご了承し続けていると。ですがそんな中ウィザーズにね、今回いくつかトレードが発生しまして、まずはモンテレス・ハレル、今回ウィザーズとホーネッツでトレードがまとまって、まずはホーネッツがモンテレス・ハレルをゲット、そしてウィザーズがイシュスミス、バーノン・キャリー・ジュニア、そしてセカンドラウンドピックをゲットと。はい、ではまずこのバーノン・キャリー・ジュニア、一体誰やと。このにわか系 NBA YouTuber を代表するダンクマン・ヨシとしてはこのバーノン・キャリー・ジュニアの名前は初耳でした。よって彼のことを軽く調べたところ、今シーズンは4試合出ており、平均プレイタイムは約4分、平均得点は約2点と。とまあこんな感じの選手なんですが、彼に対しては GM のトミーがかなり気に入ってるみたいですね。そして次はガードのイシュスミス、彼はちょっと前までウィザーズでプレイしていたんで結果的には戻ってきた形になったと。でもまさかとは思うんですけど、チームは彼を使ってさらにその3ガードをご利用しする考えでいるのか。ではまあ何にせよ、今回ウィザーズには前までいた有能なガード、そして若手のビッグマンが入ってきたことになるんですが、モンテレス・ハレルの穴はどうするんだよと、そう思っていた先にウィザーズの GM トミーが速攻動いてきましたね。この度ウィザーズとマーベリックスの間でトレードが成立して、内容はまずマーベリックスがスペンサー・ディミディとデイビス・バルタンズをゲット、そしてその引き換えにウィザーズがクリスタプス・ポーゼンギスとセカンドラウンドピックをゲットと。それでは内容を順番に見ていきたいんですが、まずはスペンサー・ディミディ、彼に関してはね、もう他の動画で何回も触れているんですが、今シーズンの序盤にチーム内でいろいろとあって、まあ実力は出せていなかったと。でもそのネッツ時代から見ていてすごくいい選手だということは分かっているから、その不完全燃焼で終わってしまった感じは少し残念です。そして次はデイビス・バルタンズ、彼を出したのは本当にでかい。これはね、本当にそのウィザーズファンの方々には共感してもらえると思うんですが、年俸に見合った活躍が全然できてなくて、調子もスリーポイントガチャも超絶不安定で、もうどうしたものかと。でもね、こんな NBA ほどのトップリーグで GM をしている人たちだから、こんなにわか系 NBA YouTuber が気づいてることなんてもうとっくに気づいていたと思うし、まさかこの選手を引き取ってくれるところなんてどこもないだろうと誰もがそう思ってたと思います。誰か思ってる人いましたか？今回のトレードで彼のことを引き取ってくれる球団があるということを。
対に思ってませんでしたよね。まあだからこれに関しては前々からいろんな意味で話題になっているマーベリックスのフロントオフィスの皆さん本当にありがとうございますと。でもそのラトビアンレーザーは非常に取り扱いが危険で、使用している方が大怪我をしてしまう可能性もあるんで、取り扱いには十分に気をつけてくださいと。今もそんな気持ちでいっぱいです。そして最後にこのプロジンギスのウィザーズに対してのフィットなんですが、これもまたあの癖があるヘッドコーチたちがどのようにして彼を使っていくかにかかってますよね。そしてあとはもちろん怪我の不安もあるわけですが、そこの問題さえなければかつてはオールスターにも選ばれたプロジンギス、中に外にブロックと一流なんで、少なくとも今のウィザーズにとってアップグレードになることは間違いないかと思います。あ、そして今回アーロン・ホリデーもサンズへトレードされましたね。そして一気に選手がいなくなったウィザーズ、今日も試合があったからもうワクワクしながらねスタメン表を見たんですが、なんと本日のスタメンは KCP、ハルネット、コーリー・キスパート、カイル・クズマ、そしてトーマス・ブライアントと、もう本当に意地でも八村塁をスタメンで使わないですね。そしてまあ試合もなんとか113対112の1点差で勝ったんですが、八村は今回3ポイント2本とも沈めて12得点、4アシスト、4リバウンド、1スティール、2ブロックと、しかもプラスマイナスに関してはチームトップのプラス11。でもプレイタイムに関しては今回もチームでは少ない方の22分だったんで、せめてもう少しねベンチ出場でもいいから使ってほしいですよね。はい、とまあ今回はこんな感じなんですが、皆さんはこの件に関してどう思いますか？コメント欄で教えてください。そしてこの動画も楽しんでもらえたら高評価お願いします。はい、という感じで今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。